ちは。今日はですね、昨日購入品紹介で紹介したダイソーさんのこのシャギーヤーンですね。これですね。カラーナンバー447番オフホワイト。これと、このリボンの、ここですね。カラーナンバー R11 のプリンセスイエロー。これを使ってですね、ちょっと可愛いバッグを、ミニバッグを編んでみました。なんかね、綿飴みたいなね、ふわふわした感じの可愛いバッグになりました。これね、シェル編みだったかなっていう模様編みをずっと、シャギーヤーンとリボン交互にしていってるんですけど、このリボンだけだとですね、やっぱりこの目を開うときにすっごい開いにくいんですけれども、シャギーヤーンをね、交互に入れることですごく編みやすくてですね、かといって可愛く、なんかこう、いい感じに出来上がりました。まだ内布はつけてないんですけどね。このシャギーヤーンってすごい編みやすいですね。なんかツルツルしてる。言ってもあれかな。なんか編んだことがある方はわかると思うんですけど、なんかツルツルしてますね。すごい編みやすかったです。円はね、この、細編みを6目スタートで10段編んでからですね。11段目は、2箇所に増し目をして、数をね、数合わせのために2箇所増し目をして、全部で62目で、作ってるんですけど、可愛いですよ。すっごい可愛い。なんか、ほんと綿飴みたい。ただですね、このリボンでボンボンを作ったんですけど、これ結構糸くずが、こう、普通のね、毛糸でも出ると思うんですけど、これかなりなんか糸くずが出て、こう、振るいながらね、作ったんですけど、大変散らかりました。まあ、ゴミ箱の上ではこう押したんですけど、なかなか変なところに飛んじゃって、次作るときはこれじゃなくて、シャギーヤーンの方で、こっち側の糸の方でボンボン作った方がいいかなとか、ちょっと思ったんですけどね。これは可愛いのは可愛いんですけどね、リボンがこう出てて。近くで見た方がわかりますよね。可愛いでしょう。リボン可愛いですね。久しぶり編んだけど。改めて言うのもあれですけど。これはね、こう、通せるように、隙間が空いてるので、このね、穴がこう、ちょうどいいように空いてるので、ここにね、この、シャギー編んで、鎖編みでずっと編んでいって、少しこうね、周り、円周に合わせて、長めにして、なんで編んだかちょっと覚えてないんですけど、もう合わせながら編んでいきました。そしてね、ここ通して、リボン、結びしてるだけなんですけどね。こんな感じで。ここ普通のリボンでも、オーガンジーのリボンでもいいかなって最初思ったんですよ。でもね、とりあえずこれで作ってみました。可愛いですよ。皆さんもよかったらどうでしょうか。なんか無理やり言ってるみたいですけど。でもね、もう一個作ろうと思って、一応円は編んでるんですけど、シャギーヤーンのね、昨日ダイソーさんに行ったけど、好きな色がなくて、もうこのオフホワイトもなくてですね。なので、今回はね、これで編んでいこうと思うんですよ。アクリル毛糸並太のカラフル。これ、レインボーっていうか、レインボーなんですけど、綺麗ですよね、めちゃくちゃ色が。パステル調で、218番ですね、カラーナンバー。こんな感じになるのかな。今一応ちょっと編んだんですけどね。これですね。これと、リボンはこの色。まあ、ミントグリーンみたいな色ですけど、なんていう色だったっけ。オーロラグリーンだって書いてますね。R10 のオーロラグリーン。これですね。これとこれを合わせてね、ちょっと合わせたらすごく可愛くなるんじゃないかなと思って、キャンディーっぽくなるんじゃ、キャンディーっていうか自分の名前じゃないんですけど、なんかこうキャンディーっぽくなるんじゃないかなとか思ってですね。これとこれを合わせてみようかなと思いました。それでね、今円を編んでるんですけど、よかったらね、皆さん編んでもらったら嬉しいなと思って。まあまた円はですね、さっきも言いましたけど、6目スタートで
今10段編んでます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 だから今60目あるんですけど、あと2目増やしたいので、まあ、半分に折ってですね、いつものごとくもう編み始めに1目増やしたいので、こっち側の、まあ、半分ぐらいのところにね、目数マーカーをつけとって、11段目はですね、円の編み方はね、私も本当下手なんですよね、説明が。でもちょっとだけ言わせてもらいますと、まず1段目っていうか6目スタートでして、2段目はですね、まあ、下手なので検索してくださいね、言い方ちょっと下手くそだから分かりにくいと思うんですけど、2段目は、6目の1つの目に2つずつ入れるんですよ。だから12目になりますよね。そして3段目はまず、最初の目に1目入れて、それから増し目、1,2,1,2,1,2ってずっと入れていってます。で、4段目なんですけど、本当は2,1,1,2って入れるのがいいのかもしれないんですけど、なんか同じところに増し目を入れたら六角形になるって言われてたんですよね。だから私ずっと六角形で編むときはそうしてるじゃないですか。なんで、4段目はまず最初の目には1つ細編みを入れて、次に増し目をして、次から1,1,2,1,1,2って入れていってるんですよ。最初の目には1つ入れて、そして増し目をして、で、次からは1,1,2,1,1,2って入れていって、最後にね、1つだけ細編みが残るので、最後は1つ細編みをして終わってます。ちょっとわからないでしょうけど、ごめんなさい。一応ね、説明だけさせてもらいますね。で、5段目はですね、5段目は普通に、細編みを1回、2回、3回入れてから、1,1,1入れてから、次が2。そして次も1,1,1入れてから、次が2ですね。で、6段目はですね、1,2,3,4,5。6段目は、まず最初に細編みを1,2,1,2入れてからですね。そして次が増し目。そして次からは、4回、増し目を、ごめんなさい。4回普通に細編みを入れて、次が増し目ですね。それをずっと繰り返していってます。その繰り返しなんですよね。だから偶数で増し、偶数の時ですね。偶数の時は一番最初だけ、2回の時は1個だけ入れて、4目の時は2目最初入れてるんですけど、ちょっとね、分かりづらいでしょ？もう私もちょっといいのが、言うのがすごく下手くそなので、もう円を検索された方が絶対早いと思うんですけど、ごめんなさい。私なりに今説明したんですけど、自分で何を言ってるかちょっと分からなくなったので、本当にごめんなさいね。ここを検索されてくださいね。うん。編みながら行けばいいんですけど、また長くなっちゃうので、円の編み方とかね、丁寧にね、レクチャーされている方いらっしゃるので、そちらを見た方が早いかな。すいません。一応説明だけしました。まあ、わからないと思うんですけど、本当申し訳ないです。とりあえず、10段、そうやって編んできました。そしてね、11段目は、まず、鎖編み1目で立ち上げてから、同じところに、ここだけ、同じところに2回入れます。そして、あとはずっと、細編み。ずっと細編みしていきますね。目数マーカーがついてるところまでずっと細編みをしていきます。はい、目数マーカーをつけてるところまで来たので、ここにはですね、同じところに2つ細編みを入れます。ここで増し目しました。だから今、最初とここで 2目増し目したことになります。そしてね、これをずっと普通に最後までもうひたすら細編みをしていきます。最後まで細編みしていきますね。はい、11段目最後まで細編みをしてきました。そしたらですね、もうまた飛ばしますけど、12段目はですね、もうずっと増し目なしの細編みをずっと1段していきます。今からね、ここ最初だけしますね。鎖編み1目で立ち上げて、根元からずっと増し目なしの普通に細編みをずっと一周していきます。ずっと増し目なしの細編み62目してきました。そしたら最後、最初の細編みの頭に引き抜きますね。引き抜き、立ち上がり、ここですね。ここから模様編みをしていくんですけれども、
まず鎖編みを1、2、3してからね、根元じゃなくて次の目から1、2飛ばしてですね、3目、ここですね、根元で、根元から数えて1、2、3飛ばして4目目ですね、ここにまず長編みを1回、2回、3回入れます。そして鎖編みを1回します。そして同じところにまた長編みを1回、2回、あ、ごめんなさい、まあ、1回ですね、1回、2回、3回入れますね。ちょっとカメラ動かしますね。動かんかったすいません、偉そうに言って全然動いてないしすごい編みにくいんですけどごめんなさいね。そして今 1,2,3 長編みを入れて1つ鎖編みをして、また同じところに長編みを3回入れました。そしたらね、次の目からここですね、見えにくいけどここですね、次の目、ここから 1,2,3 飛ばして4目目ここですね、次の目見にくいですよ、ここに入れて、ここだから、ここ忘れないように、ここですね、ここから1,2,3飛ばして4目目ここにですね、長編みを1回入れます。こうですね。そしたらまたここから次の目から1,2,3飛ばして4目目に同じように長編みを1回、2回、3回入れたら鎖編みを1回して、また同じところに長編みを1回、2回、ギュッ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 言ってますね3回入れます。やっぱりシャギーアンド違いますね。アクリルヤンは編みにくいですね、あの硬い。シャギーヤンこんなに編みにくくなかったですよ。それでまた今同じところにね、長編みを3回入れて鎖を1回入れて、また長編みを3回入れたら、また次の目から1,2,3飛ばして4目目に長編み、これの繰り返しなんですよ、ずっと。もう1回だけしますね。今長編みを入れたので、次の目から1,2,3飛ばして、ここ4目目に長編みを1回、2回、3回入れたら鎖編みを1回して、同じところにまた長編みを3回入れます。1、2、3、これの繰り返しですね。私ちょっと言うの忘れてたかもしれないんですけど、これ2本撮りでしてます。あのシャギーヤンも2本撮りでしてます。そして針が、ごめんなさい、言うの忘れてたかな、言ったかな、8号針です。これをねずっと繰り返して最後まで来ます。ちょっと飛ばします。はい、最後の方まで来ました。 1,2,3 飛ばして、ここですね、ここに長編みを、硬い硬いですね。あのほんとシャギーヤンと違いますよね。3回長編みを入れて鎖編みを1回して、このキュッ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 の分かりますかこれね、2本撮りでしてるけど、まあ、しっかりするからね、2本撮りでしました。こう3回入れますね。そしたら最後1、2、
飛ばして、この最初の鎖編み1、2、3立ち上げたこの3目めに引き抜きます。引き抜くときにまず糸を持ってきてこのままにしておきます。2本入れたまんまに。そしてあのリボンリボンに変えていきたいと思うんですけれども、この段はね、模様編みの2段目はリボンリボンでいきたいと思います。この2本入れた状態で、まず引き抜く一歩手前の状態でこの糸に変えて、この糸をね、これをちょっと前に置いとって、前に置かない方がいいのか、後ろか、ごめんなさい。そしてこのリボンリボンを引き抜きます。こんな感じでギュッと引っ張って、そしてここからはリボンリボンで編んでいきます。このこことここ後ろ引っ張っとってくださいね。ギュッと引っ張って編んでくださいね。まず鎖編みを1回2回3回したら、これはね、あの編みくるんでもいいですけど、こっち側は編みくるまないで置いとってください。これはね、糸端っていうか、これは編みくるんでも構わないです。で、次は鎖編み3目したら、この長編み1、2、3して鎖編みを1目入れたじゃないですか。ここにまた長編みを、同じ模様ですね、1回2回3回そして鎖編みを1回で、同じところに長編みを1回2回3回入れます。そしたらね、見えにくいけど、この上に同じ模様編みが1個できました。そしたら次はですね、ここ長編みを1本入れたじゃないですか。この長編みの頭にまた長編みを入れます。そしたら次はこの模様編みのこの鎖編み1目入れたところ、ここ穴が開いてるところ、ここにまた同じように長編みを1回2回3回そして鎖編みを1回、そして同じところにまた長編みを1回2回3回で、模様編みが2つできました。そしたらこの前段のこの長編み1本入れてる頭ですね、ここにまた長編みを1本入れます。そしてまたこの模様編みの鎖編みを1目入れたところ、この隙間に長編みを1回2回3回入れて、鎖編みを1個してからまた同じところに長編みを1、2、3入れます。そしたらまたここですね、前段の長編み1本のところ、この頭ですね、ここにまた長編み、これ繰り返しますね、ずっと最後まで。これを交互にしていくんですよ。なのであと1段だけ、1段というかあと1回このアクリルヤーンになるまでして、あとはずっと繰り返しなので飛ばします。とりあえずこれね、リボンリボンで一周していきますね。はい、ずっとですね、最後までしてきました。そしたら最後はこの最初に鎖編み1、2、3目で立ち上げた3目目に引き抜くんですけれども、またね、糸が目が取りにくいんですよね。ここで引き抜くんですけど、このね、引き抜く一歩手前までにしておいて、次はこの糸。この糸を持ってきます。今ね、1段目編んだじゃないですか、ここで残ってたこの糸を持ってきて、この糸で引き抜きます。そしてこの糸を置いとってください、休めとってください。そして鎖編み、ここも同じですね、1、2、3で立ち上げてから、このちょっと見えにくいですけど、長編み3目と長編み3目の間にこの鎖編み1目したところの隙間があるので、またここに長編みを
回1回2回3回入れたら鎖編みを1回して同じところに長編みをあと1回2回3回入れます。そしたらね、ここ見えにくいけど前段でリボンリボン長編み1本してるところがあるので、この長編みの頭ですね、ここにまた長編みを1本入れます。こんな感じですね。長編みをまた1本入れたら、次にまた模様編みが出て、扇形みたいな模様が出てくるので、長編みと長編み3目ずつ入れて鎖編みを1目したところ、扱ったらわかるんですけど、あ、ごめん、ここやった無理やり今も穴開けてました。ここでした。扱ったらというかわかるので、この隙間ですね、ここに長編みをまた1回2回3回入れたら鎖編みを1回、そして同じところに長編みをまた1、2、3入れます。そしたらまたここ前段の長編みが1本出てくるので、この頭ですね、ここですね、ここに長編みを入れます。これ繰り返しですね、ずっと。ほら、かわいい、なんか飴、ほんとキャンディーみたい。こっちは綿飴で、こっちがキャンディーみたい勝手に言ってますけどね、これをね、ずっと最後までまた繰り返していきますね。飛ばしますね。はい、最後の方まで編んできましたので、ここで最後ですね、この最初に鎖編み3目で立ち上げた3目めにまた引き抜く一歩手前までにして、このままにして、これは休めておいてですね、そしてリボンリボン、今までちょっと休んでたこのリボンリボンを持ってきて、これで引き抜きます。で、ギュッと引っ張ってくださいね、ギュッと、後ろギュッと引っ張ってくださいね、これもギュッと。そして今からこれでまた編んでいきます。いつも前と同じように鎖編みを3目してから、次のこの模様編みのこの鎖編み1目したところにですね、模様編みをずっと入れていきます。なので今からはもう繰り返しなので、あと3段、多分あと3段、今ここまでやってるので、あと 1,2,3 段編んでから、もう今日はね、ここまでにしておきます。次はですね、次の動画はもう 今から3段自分で編みますので、そこから持ち手をつけるところとかをしていきたいと思います。かわいいですよこれ声がでかいですね、すいません。かわいい、編みにくいけどかわいい、このね、このこれですね、これやっぱ硬いですね、かわいいけど糸すっごいかわいいんですよ、色合いでも日本撮りにしてるし硬いですね。編みにくいって言ったらちょっと失礼ですけど、シャギーヤンに比べたらちょっと編みにくいですけど、でもすごい色が可愛いです。このリボンリボンと本当に合ってる感じがしますって思ってるだけかもしれないですけど、まあ今日はね、一応ここまでにします。来週じゃないいつもねテレビみたいですけど、次はですね、来週じゃなくて次はあとこれね、同じ模様編みを 1,2,3 段したところから、持ち手の部分とこのボンボン作るかどうかちょっと分かんないですけど、もしかしたらリボンにするかもしれないですけど、ちょっと考えてやりたいと思います。今日はねここまでにということで、ちょっとね円の編み方とかね説明したけど多分分からないと思うんですけど、本当ごめんなさい、本当に円と楕円のね説明なかなかできなくて困ってるんですけど、皆さんにね、本当ちゃんとねお伝えできたらいいなと思ってるんですけど、一応ね
自分が編んでる、あの編んでる感じだけお伝えしました。今日もこれつけましたよ。いつも置いてるけど手はね、やっぱりでもこれつけたら滑りが悪いので意外にしにくかったりするんですけど、ガサガサしててもね糸が引っかかったりするので、これ本当にいいですよ、スベスベして。なのでまた次も頑張りたいと思います。今日はねここまでということで、またね次、まあ、下手な説明ですけれども、こんな風に編みましたっていうのを皆さんにねちょっと見てもらいたいので、また時間があったら遊びに来てください。今日も本当下手な説明で長い間お付き合いありがとうございました。ぜひまた次も遊びに来てくださいね。ありがとうございました。